おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。ぐちゃぐちゃですよ。何ですかこれは。これは過去のね、はいはい、ニュースのあれなの写真なんですが、はい、中国人の話ですね、はい、中国人が日本の免許試験場に殺到してるっていう、うん、はい、それなんでなんですか。そんな免許をですね、うん、中国の免許から、はい、日本に来て日本の免許切り替えっていうのができるんですが、はい、要するに外面切り替えっていう、はいはいはい、まあ、やってると。なんでそんなことしなあかんのですか。まあ、いろんなメリットがあるってことですね。はいはいはい、はい、うん、うん、日本でのその運転法的に許可された、うん、運転免許証に切り替える、まあもともと中国で免許証を取ってる必要があるんですが、はい、はい、外面切り替えってことですね、はい、うん、これ免許センターですよね、はい、中国語で並ぶなって書いてあるんですが、はい、はい、その前にも朝5時ぐらいから長蛇の列と、あーそうですか、うん、っていう報道がありまして、うんうん、まあ、ただ今月から予約制にはなるみたいなんで、チケット的に、はいはい、まあ、解消されるのかなと思うんですけども、うん、はい、外面切り替えっていうのはですね、はい、はい、学科試験と技能試験、うん、車の運転試験ですね、はい、クリアすることで、はい、もともと持ってるその自分の国の免許から日本の免許へと、うん、はい、法的に切り替えが可能だと、うん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 、それは中国にいるときは中国の免許を使っていいんですよね。あ、中国にいるときはね、で日本に遊びに来たときとかに、うん、日本の免許も、はい、持ってるってことになると思います。まあ、日本でレンタカー借りるには必要になるんですが、うんうんうん、はいはいはい、はい、まず学科試験は、うんうん、コンピューターでランダム出題される10問の、はい、たった10問なんですが、はい、しかも2択問題、あーそうですか、はい、A か B か選びなさいみたいなのが、はい、ありまして、うん、7問正解すると合格っていう、うん、まあ、クソみたいに簡単な、あー、はい、でさらに引っ掛け問題もないみたいなんで、はいはいはい、なんでそんな簡単なやつにしてしまってるんですかね。まあ、もともと免許取ってる人たちを対象にしてますので、運転はまあできるんじゃないのって話なんですね。運転知識はあるでしょうと。じゃあ、道路標識とかもそんなに変わらないってことですか、ね。まあ、その辺には出題されてましたね。止まれとかね。うんうんうん、はい、一旦停止とかですね。うん、ただ、一応警視庁によるとですね、2023年、去年の技能試験ですね、はいはい、の通過率は 30% ってことですね。それは一体何なんですか。要するに運転が下手くそだっちゃうんですけど、めちゃくちゃ運転するってことですかね。まあそうですね、中国なんて道広いですからね、うん、あ、普通の道路が日本の高速道路並みに広がったりしますから、うんうん、あ、まあ、運転下手でも全然走れちゃうっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、早朝から免許センターに座り込んでて、そうですね、外国人に免許証を、交通な、うん、ルールさんは俺連中に運転をさすな、うん、ピスコロがしても通りそうだ。まあ7問なんでね、ただ10問っていうね、うん、10問中7問っていう、はい、まあほとんど突破するそうですよ。まあそりゃそうですよね、まあルール無用の中国、そうですね、引き逃げ逃げが増えそうで怖いって本当ですね。実際それが問題になってるんです、うん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 、はい、で、うん、日本で住民登録しているかは問われてないんで、はい、はい、観光ビザで、はい、来ても取得が可能だと。ああ、そんな OK にしてるんですね。はい、でちなみに日本に観光に来た際に、はい、その免許、外面を切り替えする、はい、ので、うん、免許の住所がですね、うん、その時滞在してたホテル名になると。ああそうですか、はい、宿泊、これはね、宿泊したホテルに、うん、一時帰国証明書っていうのを出してもらうと、うん、はい、その短期の観光で訪れた外国人、はい、まあ、今回中国人ですが、はい、ホテルの住所で、日本の免許を、まあ、取得できると、うん、あとホテルとかない、あと、そうそうそう、あ、そうですか、実際書いてありましたけど、でもやめてもらいたいですね、なんとなく、うん、そんなアホみたいなテストを受けてね、はい、短期で取得してね、うん、まあちょっと後で言いますが、うん、まあこの写真のようにね、うん、これ中国人の、うん、19歳ぐらいでしたっけ、うんうん、まあその男が、
飲酒運転で、うん、一方通行逆走しまして、はいはいはい、埼玉ですね、うん、川口市なんですが、うん、18歳か、うん、日本人の車にものすごいスピードで衝突して、うん、で日本人の方が死んじゃったっていう、はい、これ追突された方の車です、はい、すっごい高くセッティングしてるんですかね。ん？免許を。いや、もう何千円ですよ。いや、それだったらびっくりするようなデザインにしていただきたいですね。数十万。ね？うん。それ払ってでも欲しいのかと。はい。いう方だけに、やっていただいてね。うん。あのね、試験を通さなきゃいいと思うんですよ。まあね、もうあかんかったよ、言うて。あ、うん。てか 70% じゃなくてもそれ満点っていう風に。まあ、最低でも。少ない数がもう少なすぎますね。もっとね、100問ぐらい出しても満点近く取って、そうそう、さらにはね、うん、その技能試験で、もう赤いの、全然赤いの、言うてやってね、落とすっていうのでやってもらいたいですね。うん、そうですね。面識に移行するくらい、怖い怖いからね、なんか嫌ですね、怖いですよ。道路発祥の国のくせに一番クロスな行動者は、道徳、ね、道徳、ね。あ、道徳、ね、あ、そうそう、道徳ね。そう、だからなんかね、だからとにかく、安いはね、簡単やわ。うん、そうそう。例えば、もう、日本がね、うん、儲けるためにやりますよって言うんだったらね、うん、いいんです、まだ、うん。まだいいんですけど、はい、何のためにやってんねんと思いますね。そうなんですよ。そんなこと。はい、あ。まあ、年間100件ぐらいずつの割合で、うん、はいはい、割合とか、数で、うん、毎年事故が増えたんですよ、うん、中国人による。うん、そうでしょうね。はあ、で、なんでこんなに中国人が日本の免許欲しいかって言ったら、はい、まあ、まずは、その、はい、こんな簡単でさらに、うん、レンタカーで、うん、まあ、国内旅行ができるっていうのもそうなんですが、はい、中国の免許証って、うん、国際免許を取るときに、うん、自分のとこの中国の免許だと10カ国ぐらいしか通用しないんですよ。はい、ああ、そうですか。他の国に。はい、はい、はい。例えばドイツなんか運転できないですよ。中国の免許だと。うんうん、なんですが、はい、日本の外免切り替えをするとですね、はい、なんと10倍の100カ国が、はい、国際免許で運転できるようになると。ああ、それでそんなに日本の免許が欲しいんですか。そう、だからこんなに簡単に外免切り替えができて、うん、でさらに今まではできなかった他の国のその100カ国で、うん、国際免許で運転ができるってなるっつったら、うん、もう旅行来ても全然安いわけですよ、うん、日本で免許取れる、ね、っていうかね、うん、それでもええから、そんな風に安い金額でね、うん、日本で免許交付して。いや、それはね、多分今までそんなになかったから、うん、まあ、これぐらいでいいかって設定だったと思うんですけどね。うんうんうん、もうそんなぼやぼやしてたら飽きません。うん。そんなね。そうですね。うん、で、これは、日本が、まあ、ジュネーブ条約に加盟している国っていうことで、はい、まあ、その加盟国である、まあ、100カ国と、はい、共通して、まあ、国際免許で運転できるってことですね。うんうんうん、いや、もう、私はもう一刻も早く外国人を不可っていうふうにね。そうですね。していただいてね。まあ、いや、だから例えば日本に住所のある方はいいですよと。はい、ただ観光客なんかの方には、そんなんもう、やってません言うて、うん。もしやるんやったら日本に住民票のね、うん、ある方でお願いしますっていうのでいいんじゃないですか。うん、まあ、国際免許ってルールがそもそもそのあるので、はい、まあ、それに乗っ取る必要はもちろんあるんでね。うん、その事件以外には大学の留学生が、反対車線のトラックに突っ込んで、トラックドライバーをやってました。うん、それが自警団を認めて、うん、銃機関銃の、キャリバー募集を配置と、免許制度、まあ、そうね、まあ、ちょっとね、その、急増してる状態で、それが問題視されて、やっと法整備されるみたいな形になるので、まだまだ時間かかるかなと思うんですけどね。まあ実際こうやって亡くなってらっしゃる方もいらっしゃるってことなんでね、はい、もう一刻も早くなんか改善はしてほしいですね。そうですね、北海道から沖縄あたりの観光地ですよね、はい、もう外国語ナビ付きのレンタカーはものすごい人気だと。はいはい、うん、そうでしょうね。特にその今言わはった北海道と沖縄はレンタカーがないとどうしていいかわからへん場所ですからね。鉄道がね、走ってるわけでもないですし、そうそうそう、バス乗るより全然早いと思うし、うんうんうん、大陸人の現住所と東急院運転が上手いなら、どこの国の人でもまあそうなんですよ、交通ルールさえ守れば、なんとね、巧みな運転技術をねお持ちだったらいいんですけど、うん、
そうじゃないっていうのが ね、明るみになってますから。うん、まあ、先ほども言いました、この写真のようにですね、はい、外国人が運転して、はいはい、そうですよ。はい、してる車はですね、うん、はい、その、今までは川口とかね、うん、そういうその一部地域が、うん、まあちょっと心配する必要があったんですが、はい、今後はやっぱり全国的に、はい、どういう人種が運転したのかっていうのがわかんないわけで。だからそれもね、貼ってほしいですね、ステッカーが、うん。あ、そうそうそう。中国人ですとかね。うん、そうそう。クルド人です、うん、とかね。そうそう。いろいろこう、書いていただいて。うん。それでちょっとなんとか判別したいですしね、うん、こっちも、うん、まあそう、そういうのも必要だと思います。はい、はい、で特にですね、うん、旅行で、うん、その浮かれた気持ちがまあ浮いちゃってる、うん、その中国人、うん、はい、はい、のバカ女なんかは、うん、日本に限らずですね、中国本国でもかなり有名なクソドライバーで認知されてるそうで、うん、はいはいはい、はい、うん、あ、中国人の女性がですか。そうそうそう、はいはい、中国本土でも、あ、ちょっともうだいぶちょっと遠出するような、はいはい、時になったではもうテンションが上がっちゃって、はい、もうそれこそその TikTok ですよね、はい、あるいは Instagram 用にそのスマホ片手にですね、はいはい、運転が基本みたいになっちゃってるみたいで、そこら中で事故ってるそうです。そりゃそうでしょうね、うんうん、はい、高橋さんこんばんは。カイトさんもこんばんは。いらっしゃいませ、はい、ありがとうございます、うんうん、中国と韓国は運転悪くて下手なイメージ、うん、はい、まともな日本人が被害に遭うのは残念そうですね。ねえ、そうですよ、はい、旅行者ステッカー作ってほしいですね。そうなんです、もうすでに私の地元の外国人を送ります、うんうん、そう、だから僕は、うん、まあ、中国韓国人のドライバーあんまり見たことないんですが、はいはいはい、友人のフランス人パティシエ、はいはあ、はい、もうね、ひど、もう度がつくぐらいひどい運転するんですよ、はい、そりゃそうでしょうね。金持ってるんで、めちゃくちゃ売れてる、パチスリーなんで、はい、ポルシェとかやっぱ持ってるんですよ、はい、で、ちょっと今日、ね、お店のバイトに任せるから、はい、一緒にドライブ行こう使って、はい、乗せられたことがあって、はい、もう二度と乗りたくないレベルです。だってほら、なんか当たっていくのが普通の国じゃないですか。当たるっていうのは、そう、例えば駐車するときに隙間が空いてんかったら前と後ろの車でちょっとずつ当たっていって、そうそう、隙間を作ってでも止めるような、はい、ああいう文化のことですか。だからサイドブレーキ効かないです、あっち。ね、今のはそんななくてですね、はい、まあ普通に手でもしたり、はい、まああるいは普通に重列駐車もね、まだよくやってるんですけどね、はい、渋谷の、交差点や地下鉄で踊り出す中が便利です、うん、ね、なんなら自転車の運転も下手です、はい、だから、うん、まずは、はい、まあ、中国韓国とか、まあ、国籍っちゅうよりは、うん、外面切り替えのドライバーは、うん、ね、車にその専用のアイコンっていうのをつけるのを義務化してもらっていただきたい、うん、だ先生さっきおっしゃったように、はい、やっぱり一番あれなのはステッカーですよね、はい、本当にわかりやすい、ペラッと貼っていただいて、うん、追突される前にやっぱりこっちから離れた方がいいわけですから、うん、もうあれには近づかんと、そうそうそう、ね、何をしでかすかわからへんからそうそうそうってことなんで、うん、はい、やっぱりそのね、情報がもともと取れてれば、はい、やっぱり避けるってことはできますのでね、法律とかは無理だとしても、うん、その条例とかで、はい、そのステッカーですよね、はい、義務化するってやってほしいですね。そうですね、はい、モータースポーツで有名な中国、韓国人のレーサーとか、ああ、そうですね。ないですね。運転してる外国人は見かけないですが、うん、電車の中はベトナムのようですが、技能実習生が。ああ、ねえ、うん。千葉なんかそうなんでしょうか。フランス人は運転ひどいイメージが、そうですよ。うん、リックベストのタクシーとか。うん、ああ、まあ、でもね、本当に似たような感じですよ。タクシーっていうね、映画あったじゃないですか。もう、ガンガン抜いてくる。すり抜けていって。あれもね、日本のね、国内でやるんですよ。はいはい。よくこの人捕まってねえなと思う。無理ですね。あ、でしかも、ジモピーよりも、裏道を知ってるんですよ。うん、あそこ信号ですね。街長いから、こっち通った方が早いんだよ。いいの、運転手さんがサーターがなんかサーターいいんじゃないですか、それ。うん、ビュンビュンに狭い道飛ばすんですよ、うん、もう本当にいつか誰か殺すだろうなと思ってましたけど、うんうん、そんな旅行者が事故を起こしたらどうなるんでしょう ね、実際起こってるんですよ。でさ、保険はどうなってるんですか。保険はそのあれですよね、レンタカー側のかけた保険でってことですか、うん、そうですね。それにしてもちょっとね、うん、なんとも言えない感じですけど、うん、勝手に単独でね、
事故って死ぬのは別にいいですけど、やっぱり日本人巻き込むなって話ですから、ね、で巻き込まれたくないわけですよ。そうそうそうです。そう考えたらやばいあいつつって、ね、前の車がその外国人ステッカーだったらやっぱり逃げたいわけですよ。もう、まず警戒しますからね。そうそうそう。フランス人って関西人気質なんだろうか。気質はわかんないですけど、でも、運転はね。ちゃいます大阪人みたいな感じちゃいます言うたら。あ、みたいな。はい。ゆっくり丁寧に走ってる外国人、欧米人、あんまり見たことありませんけどね。で、どんなアイコンにするかっていう話になりますが、はい。はい。はい、一番わかりそうなドクロですよね。そうですね。これかっこいいじゃん、みたいな形で、外国人の方、これね。いいんですかね。うん。いや、ドクロだって、強い生かしてるぜ、みたいなね。中国やったらパンダ。かわいい、かわいい。パンダにも見えるし、ドクロにも見える。パンダにしていただいて、あと韓国の。いや、それ一律一緒でいいでしょ。焼肉。いや、これ、前韓国の人やねっていうので、ハムニダみたいな字が書いてあるやつとか、ね。そんなわかりやすい。わかりやすいやつ、いいですよ。だから、差別だって言われると嫌なんで。じゃあもう、ね。外国人だよっていう一律外国人同じステッカーってことで、パンダとかいいですよね、パンダでいいと思います、パンダっぽいドクロとか、意外と受けそうドクロね、アメリカ人とかドクロ好きじゃないですか、そうですね、イギリス人とか、犬は吠えますけどね、あ、そうなんです、犬は吠えます、それドクロに、だからね、あと巻きクソマークですかね、巻きクソ、あ、韓国人巻きクソ大好きなんで、そうですね、ね、言うたら中国の方もそこら辺ののぐそが好き、のぐそ好き、共通項はあるってことで、そうですね、はいはい、うんこマークつけてほしい、クソドライバーですって意味です、ああそうですか、とにかくね、危ないんで、なんとかそろそろって、そう早く対策を考えてほしいですよね、そうだから対策の前にやっぱりこっちからね、逃げてくっていうのが一番楽だ、その前にね対策、その何か規制がね引かれるまでの間ってことですね、そうそう、あるいはそのね、レンタカー屋にそれを義務付ける、外国人に行かす場合は必ず貼ってくださいと、はい、違反したら、罰金100万円とかね、先生の前にもいた、これサザエですか、草根のもんが置いてあるサザエですか、一応サザエですか、パンダの後ろ姿にも、見えるようなマーク、そうですね、そうですね、何かなっていうようなね、そうそう、マークにしていただいてね、分かりやすいやつがいいです、ね、大きくてね、パッとすぐ分かって、はい、すっごい大きいやつがいいですね、そうですね、はいはい、ってことですね。もう問題はすでに、多発してますので、それに対して、国、あるいは警察あたりが、どういうふうに対策を、進めていくかっていうのが、今後注目されるところですね。はい。楽しみにしてみて、おきたいと思います、それは。はい、はい。はい。はい。じゃあ、ここでちょっと一回待ってください。あ、そうですか。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。